座りながらできる背骨拡大体操をお伝えします。はい、どうも整体師の石島です。脊柱管狭窄症って言われた方、先生にこんなこと言われてないですか？背骨の間が狭くなっています。そんなこと言われた時に、じゃあどうしたらいいんだってすごく不安だったと思うんですね。なので今回は皆さんに、その背骨の間がどん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 狭くなっていかないようにですね、背骨拡大体操をお伝えしていきたいと思います。脊柱管狭窄症の方は背中の後ろの筋肉がすごく硬くなっていて、今日お伝えする運動ができない方が多いので、実際に皆さん自分がその動きができるのかどうかっていうところもね、含めて見ながらやっていきましょう。私の動画では痛みであったりとか、しびれを解消するようなストレッチや運動方法をお伝えしていきます。またこの動画を見て元気になってもらえるような動画っていうのをどんどん作っていきますので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それではね、早速やっていきたいと思うんですけども、まずその背骨が狭くなってしまう原因ですね。背骨の間が狭くなってしまうっていう理由は、もちろん加齢っていうところも一つあったりするんですが、多くの脊柱管狭窄症で困っている方の姿勢っていうのが反り腰、腰を反ったような姿勢で立っているっていうのが非常に多く見られます。そしてその反った体っていうのが、背中の筋肉、まあ、いわゆる背筋というね、筋肉がすごく硬いっていうケースが非常に多いんですね。なので今回はその背中の筋肉をしっかりと柔らかくするっていう方法をお伝えしていって、背骨がどん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 狭くなっていくっていうのをね、改善するような体操っていうのをやっていきますのでね、ぜひ一緒にやって解決していきましょう。それでは早速ね、やっていきたいと思います。はい、じゃあ皆さん、そしたらですね、まず自分の骨盤の動きを見ていきたいと思います。皆さん椅子に座った状態でやってみてください。はい、じゃあ皆さんこういうふうに横に座ってもらって、自分の骨盤が後ろにこういうふうに丸まりますか？伸ばして丸まって、はい、この丸まるっていうのが結構できない人が多いんですね。脊柱管狭窄症の人に、この動きをやってもらおうとすると、首だけ前に行ってしまったりとか、上がこうやって上がってきて下が下がらない、骨盤が動かないっていう方が結構多いんです。なので皆さんも今これやってもらってですね、こうなるかなっていうのを見てあげてください。はい、まずこの体操ができるっていうことは、股関節がよく動いて骨盤がしっかり動けているので、これは非常にいいことです。逆に動かないっていう方は、まだまだこの太ももであったりとか、お尻、背中っていう筋肉がかなり硬い状態で、関節がちゃんと動いていませんので、そういう方はね、今日の体操をしっかりやってぜひ改善していきましょう。はい、で今回ね、ほぐしていきたいところはお尻の筋肉になっていくんですが、このお尻の筋肉をなぜやるのかっていうと、背中の筋肉っていうのは、お尻の筋肉が硬くなると連結しているんで、背中まで硬くなってしまいます。なので背中をね、グイグイグイって押すと、逆に腰が痛めてしまったりとか、腰に変な負担を与えることによって症状が悪化したりしますので、自分でやるときはですね、絶対に腰のマッサージはしないでください。で今回やる、お尻のストレッチは素人の方でもね、問題なくできますんで、しっかりと一緒にやっていきましょう。はい、それではまず座った状態から始めていきたいと思います。まず足をですね、こういうふうに持ち上げてください。横から見るとこういう感じですね。はい、これで足を、膝を持ち上げてもらって、右足を左手で抱えていきます。ギュッと、はい、こういう状況ですね。でなるべくこのお膝が胸に近い状態を作っていきましょう。ぐーっと引きつけていきます。横見るとこういう感じですね。はい、この状態でお尻が突っ張っていれば、しっかりとストレッチが効いている証拠です。もう少しいけるよっていう方は、このままぐーっと骨盤を立てていきましょう。はい、こういう姿勢ですね。 OK、 そしたらこの状態から30秒しっかりとストレッチをしていきたいと思います。よーい、スタート。はい、まあ、なるべくね、体をしっかりと起こしてください。これでこう反り上げないようにしてくださいね。しっかりとまっすぐの状態で、ここのお尻がストレッチかかっていれば OK です。背中の筋肉っていうのは本当に硬くなりやすいんですけども、こう揉むことによってね、良くなるって考えてる人もいるんですけども、実際はこのお尻とか肩甲骨とかね、違うところが硬くて腰が硬くなっていますんで、腰だけ揉んでもね、あんまり良くないんですよ。はい、 OK です。ありがとうございます。下ろします。
はい、そしたら今度反対側もやっていきましょう。反対側、左足を足組んでもらって、足を右の手でこういう風に寄せていきます。こういう姿勢ですね。はい、でこの状態でぐーっと背筋を伸ばして、ここのストレッチがかかっていれば OK です。はい、それではまた30秒やっていきたいと思います。よーい、スタート。はい、でストレッチをしているときはしっかりと筋肉が伸びているっていうのをね、感じながらやってみてください。あとは皆さんね、力を入れすぎることによってかえって筋肉が硬くなってしまうっていうケースもありますんで、基本はリラックス、深呼吸をしながら伸ばしたい筋肉をしっかりと伸ばしてあげてください。はい、まあこれ辛くない程度でね、大丈夫なんでしっかりとやっていきましょう。はい、 OK です。はい、そしたらまずこれがお尻のストレッチになっていきます。続いては今度はお尻の横のストレッチをしていきたいと思います。これもですね、あぐらをかくようにこういうふうに足を組んでみてください。はい、こういう形ですね。で、ここからですね、背筋をしっかりと伸ばした状態を作って、前にこういうふうに体を倒していきましょう。おへそから前に倒すようにして、体が丸まらないようにぐーっと起こした状態で前に倒していきましょう。ここからこうやるのではなくて、しっかりと前に倒していきましょう。辛くないところまで結構なんで、自分なりにまっすぐ立って痛い場合はもうこれで十分です。もう少しいけるよっていう方は前に倒していくと、お尻の横ら辺が硬くなって痛くなっていると思います。ストレッチがかかってますんで、これを30秒またやっていきましょう。はい、それではね、お尻の横のストレッチ、右足ね、やっていきたいと思います。よーい、スタート。で前にグーッとね、出していきましょう。はい、結構ね、ここストレッチされると痛いんですけどもね、頑張ってください。硬い方はもしかしたら足がグーッと上がってるかもしれないんですけど、なるべく手でね、押さえて下げて下げてやってみてください。ストレッチはね、痛気持ちいいっていうのが基本ですので、無理なくやってくださいね。気持ちいいレベルでいいですよ。無理しないでください。はい、 OK です。はい、そしたらね、また足を組み替えて、今度は左の足を組んでいきましょう。はい、でこの状態で姿勢をぐーっと良くして、はい、腰反りすぎないように気をつけて、まっすぐですね。でそこから前に倒していきましょう。はい、こういう感じですね。でここのお尻がしっかりと突っ張っていればストレッチ OK です。はい、そしたらこの体勢のまま30秒頑張っていきましょう。よーい、スタート。はい、これね、右と左結構硬さが違う場合もあったりします。その場合はね、硬い方がまあやっぱり固まってて痛くなっていますので、あー、こっちだけ痛いなっていう場合はね、硬い方を入念にやってあげるとより効果高いですんでね、ぜひやってみてください。はい、あとはね、もうストレッチ中はもう基本的にはゆっくりゆっくりリラックスですね。リラックスして呼吸をしながらやっていきましょう。はい、 OK です。はい、じゃあ皆さんいかがだったでしょうか。これがまず準備体操になっていきます。今ねストレッチをしたことによって、結構この骨盤周り、股関節周りが軽くなった人はいませんでしょうか。軽くなってたらね、かなりストレッチがちゃんとできていますんで、これからまた、骨盤の動きができるかやっていきましょう。はい、そしたらじゃあ皆さんね、私は横向いていますけど、最初に確認した骨盤のこういう動きを、はい、ゆっくりやっていきます。分かりにくい方はこの骨盤をね、こういう風に手で当てることによって骨盤の動きが後ろに行っているのか前に行っているのかが分かりやすいので、こうやって触って骨盤から後ろに下がる、戻す、後ろに下がる、戻す。はい、この骨盤体操を10回やっていきたいと思います。ゆっくりいきますので、一緒についてきてください。それでは皆さん座った状態で手を骨盤に当てましょう。はい、そしたらまず後ろにぐーっと下げていきます。そうで、下がったら今度戻していきます。はい、骨盤を中心に動いてるようにしていきましょう。2、はい、3回目後ろ、はい、戻します。4回目、力を抜くようにしてあげるとより骨盤が動きやすくなります。5回目、そう、戻す。
6回目、そう7回目、そう、この背中がね丸まってる感じが分かるといいですね。はい、9回目、そうですそうです。10回目、はいはい、皆さんお疲れ様でした。 OK、そしたらね、今の動きができていればしっかりと背中が伸ばせる、そして背骨がねぐーっと縮こまるような圧を加えたまま生活することがなくなっていきますので、ふとした時にですね、ふって力抜いた時にこの筋肉がね、力抜いてリラックスした瞬間が作れると非常に背中にとっていいですので、ぜひ今日のストレッチ、そして背骨拡大体操頑張ってやってみてください。はい、じゃあ皆さん、そしたら今日はお疲れ様でした。皆さんどうだったでしょうか。今回はね、お尻のストレッチ2つやってみました。お尻の後ろと外側の筋肉、はい、でこれがね硬いと骨盤が全然動かなくって、それがかえって背骨の負担になって背骨をねこう縮こめてしまうっていう風な現象になっていきますのでね、今日のストレッチプラス、そして背骨をねしっかりと後ろに倒す、骨盤を後ろに倒すっていうことをねよーくやってみてください。だんだんね、背中の筋肉が硬くなったりしてストレッチがうまくできないっていう方もいるんですけども、コツ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 やっていけばね、少しずつ体は柔らかくなっていきますので、諦めずに頑張っていきましょう。もしねやり方がわからないとか、この動きができないとかありましたらね、コメントの方に書いていただけると私の方で違うやり方とかもご紹介していきますので、遠慮なくコメントの方をお願いいたします。はい、そしたらね、今日これでおしまいにしたいと思います。私の動画ね、参考になったとかいいなと思ったらですね、いいねボタンお願いいたします。チャンネル登録もね、していただけると非常に嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあまたね、次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。